はい、こんにちは。笑顔広め太郎一座介護福祉士のついている太郎です。このチャンネルはですね、私がおすすめする絵本や紙芝居について、紹介するチャンネルとなっております。なおですね、こちらのチャンネルで紹介する絵本や紙芝居につきましては著作者の許可を得ておりますので、安心して、ご覧になられてください。はい、私はですね、これまで介護施設で絵本や、紙芝居の読み聞かせやってまいりましたが、令和4年1月からはですね、介護施設を飛び出して地域のグリーンパークや水環境館、元気の森、少年自然の家、小学校、児童クラブといったところでですね、紙芝居や絵本の読み聞かせやっております。皆さんにですね、笑顔を広めていきたいと思ってやっておりますので、もしお近くで見かけられたらですね、お声掛けの方をよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日紹介する紙芝居はこちらになります。七人のご先祖様、本絵がですね、土田修子さん、監修が常盤裕美さんとなっております。出版がですね、埼玉福祉会になります。この紙芝居、紹介する理由を言いたいと思います。実際にケアマネージャーとして、働かれている土田修子さんが、デイサービスにあまり行きたがらない男性の利用者さんを、主題にですね、この紙芝居まとめております。大変ユニークな紙芝居となっておりますので、本日はこれを紹介したいと思っております。はい。それでは、始めていきたいと思います。七人のご先祖様。こんにちは、ケアマネージャーの土田です。ゆうきさん、一人暮らしで困っていることないですか？デイサービスでお友達とおしゃべりしたりしてみませんか？おう、土田さん、こんにちは。いつもありがとな。実はよ、昨日の夜枕元に現れたのよ。誰が現れたの？ご先祖様の代表よ。それで俺に言うわけよ。勇気、お前はこれまで一人で七人の先祖をよーく守ってきてくれた。だからこれからは七人の私らでお前を守ってやる。七人の先祖で一日中お前を助けてやるから安心して暮らせ。デイサービスなんか行かんでいいって俺に向かって言うわけよ。俺よ、土田さん。朝にお茶あげて線香を立てて、きちんと毎日守ってきた。盆も彼岸も正月もお前ごちそうあげて墓参りした。それを見ててくれていたんだな。だからご先祖様が、今度代わり番子に俺のこと面倒見るということだ。なかなかできないことよ。だからさ、土田さん、やっぱりデイサービス行かね。誰の助けもいらね。そうですか、ゆうきさん。ご先祖様から助けてもらうんですね。ああ、ゆうきさんの認知症進んだかな。また来てみまーす。さて、その夜、お腹を空かしたゆうきさんの前へ早速、ドロロロロロ。こんばんは。私はお前のばあちゃんのばあちゃんだよ。ほれ、ご飯作ったから食べろ。へえ、すげえ。さすが料理上手で有名なおみばあちゃんだ。ああ、うまそうだ。芋煮だ、魚だ、五目寿司。お酒もあるよ。ああ、この漬物うまそうだ。うまいうまい。元気出る。よし、明日は畑さ行って頑張るぞ。ところが次の朝方、トイレに立ったゆうきさん。どってーん、転んじまった。いてててててー、ピーポー、ピーポー。運ばれたのは町の病院。ゆうきさん、大したことなかったよかったですね。ところでゆうきさん一人暮らしなのにどうやって病院に来られたんですか？誰が救急車呼んだかってそりゃわかるべ。
ご先祖様よ、俺やっぱり守られているんだという実感がしてるんだ、いてててて。て。そして退院の日、ドロロロロロン。ああ、いらっしゃい、まっかしょ、シャンシャンシャン。勇気、退院おめでとうな。私、昔から踊りが上手だって言われてるおすずさんだよ。退院なのに誰も迎えさ来てくれる人いないと思って来てやった。案の定だ。ほれ、友達も連れてきたよ。のっぺらさんと六六首さんだ。二人とも美人だべ。いらっしゃい、まっかしょ、シャンシャンシャン。さあ、景気よく行きましょうね。家に帰る。ドロロロロロン。おう、遅かったな。今夜は俺の番だ。待っていたのは掛け事の大好きな幕内うちのご先祖様。おめえ、しこたま貯めてるんだってな。あの世に行くには、六文銭があればいいんだ。いいか、勇気。男だ。男をかけろ。ここで勝負だ。えい、よー。ああ、負けた。なんだ、おめえ弱いな。俺はもう一回。えい、よ。ああ、へそくり全部取られた。すってんてんのからっけつだ。次の日の夜はさーて誰かな。母ちゃんみたいな人だといいな。ドロロロロロ。なんと土下地で有名なしみったれのご先祖様がやってきた。何？取られた？博打出たと？バカめ。賭け事はダメだ。いいか勇気よく聞け。人は爪に火を灯すぐらい土下地に徹すべし、あぶく銭では暮らしてはいかねえ。まず物を大切にしろ、つつましく生きろということだ。ではこれより、この家の訪問経営を点検する。ひえー、ご勘弁を。年金だけの暮らしです。もうビタ一文ありません。そして次の日の朝には、一、二、一、二、一、二、センター、止まれ！敬礼！俺は日露戦争に行って戦死したじいちゃんのじいちゃんの弟だ。勇気、背中が曲がってる。背筋伸ばして、なんだ、煮たら煮たらして、うん、閉まりねえな。俺が気合を入れてやる。腹に力を入れろ。歯を食いしばれ。いっ、ビシッ、バシッ。いやあ、勘弁してくれ。暴力反対。今は平和な時代なんだよ。ああ、おら、とくと疲れた。ご先祖様に助けられたり、励まされたり、巻き上げられたり、ぶん殴られたり、もう嫌になった。しかし、俺を守ってきてくれたご先祖様たちみんな個性的だな。心から疲れた。一人、二人。3人、4人、5人、6人。お？あと1人だ。ああ、今度は4年前に死んだ俺の母ちゃんだ。ああ、母ちゃん早く会いたいよ。母ちゃん。父ちゃん。あんたと私いろいろあったけど、楽しかったね。そうだったな、母ちゃん。ああ、会えてよかった。いろんなご先祖様出てきて大変だったよ。父ちゃん、あんたこれでわかったね。これからは生きている人たちを頼っていかないと命全うできないよ。当てにならないんだよな。わかったね。うんうん、母ちゃん。二人は久しぶりに抱き合った。次の日の朝、ごめんください。あの声は土田さん。あ、お待ち申し上げておりました。はいはい、デイサービスに喜んでまいります。お世話になります。よろしくお願いします。まず上がってどうぞ、ご先祖様の話聞いてください。ということで、次の日の朝、デイサービスのバスがゆうきさんの家の前に止まりましたとさ。おしまい。7人のご先祖様でした。はい、ありがとうございます。はい、どうだったでしょうか。もう一度、紙芝居紹介いたします。
7人のご先祖様、盆と絵が、土田修子さん、監修が時は博美さんです。出版が埼玉福祉会、埼玉福祉会となっております。はい、この紙芝居を紹介する理由です。実際にケアマネージャーをしている、土田さんが、デイサービスにあまり通いたくない、男性を持ち、主題にですね、この紙芝居作っております。はい、大変ユニークな紙芝居ですので本日紹介いたしました。はい、それではですね、本日、紙芝居紹介いたしましたのは笑顔広め太郎一座座長、介護福祉士のついている太郎でした。もしこのチャンネルがですね、良かったと思われた方は高評価とチャンネル登録の方を、よろしくお願いいたします。ではまた。